漬物って現代で言うと演歌と同じだなと思うんですよ。ほうほうほう。昔食べ物とかあんまりない時漬物があったから食べるじゃないですか、はい、そんなに裕福でもないし、うん、で演歌も我僕52だけど聞かないっしょっていうのがあるの、まあまあ、若いとか聞いてねえし、まあまあまあ、年取ったら聞くって話だけど未だに聞かねえしってあるんだけどたまにね聞くチャンスがあったりするわけですよ、はいはい、聞いたり、うん、飲み行った時とかみんなカラオケ行った時に聞くとか、はい、テレビ見たとかそうするとうん、これはこれでいいなって思う時もあったみたいな買わないけどいいなとか漬物も意外とずっと毎日食べてないけどちょっと飯屋行ってちょっと出されたとか、うん、あこれは食べない普段食べないけど美味しいなとかあこれはやっぱり忘れたくないなっていうような海外なんか行った時とかね、うん、だから消えるってことは僕ないと思うんで、うん。